国は2020年までにすべての照明を省エネに優れた LED などに切り替えることを目指していますきょう行われた都内のイベントでは横光環境副大臣がメーカーや小売業者らに直接協力を要請しましたメーカー側は予定を3ヶ月前倒ししてこと失いっぱいで白熱電球の製造を中止するとしています